小先に断らずリビアで大佐をしているパパ。ちょ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 意味ない教訓、目指せ平成の色鮮やか。もう一回言っちゃおう、小先に断らずで。さあいろはでおへとちりぬるおのぬ、今週はぬですもうね。もうぬですか。はい、はい、ぬで始まることわざです。ありますかね。朝香の伊藤俊明、うん、いいだ今日ラビ、たまに普通の人になって抜かれた勝負師。おお、ある日の路上競歩途中でレース参加者が自転車を使った反則行為に対するラビーの気持ち、つまり正々堂々と勝負をしろということ、ね、あの自転車で来たというおじさん、ね、その大宮でねずっとバトルしてて僕に抜かれて最後勝ち自転車で私を抜いてった親父そうですよ柴田康盛、それあげましょう、あげましょう。ぬか喜び、ムックが初めて CM に出るというので家族揃って台本を持ってテレビの前に座っていると見覚えのある CM セットで見知らぬ黒人がダンスをしながら登場した時に流れた小坂井家の重苦しい空気のこと。およく知ってるあ、本当なんですよこれね。あ、僕もそうです。僕もね、あのカセットのコマーシャル撮って出るかもしれないと思ったら全然違う人がいましたね。マジックスよね、プリンね撮ってんのよ4人ぐらい。プリン、僕もプリンかなかった。うん、そしたら違う人出てきた。僕はセロですよ。あ、うん、びっくりしましたね。さあそしてこちら日野市の奥田義雄君、脱いだ靴では器量がわからん、うん、これは玄関に脱いである靴が小柄なためどんなに可愛い女の子が履くかと期待していると豊重さんの靴だってことだ大きな期待は外れると立ち直れないこと。あ、松本まりなの弟の手紙はおけべ心で期待した小先二人にとっては脱いだ靴では器量がわからん。うまい、うまいねこれ。これなんかありそうなの、ね、ありそうだね。あげましょう。さあ次、千歳市の森山健君、盗まれた飯尾ネタ、最近飯尾ではないんだけど、ムックンはテレビでひらめきめきなどと飯尾くんのギャグを使っている。しかし考えによっては飯尾くんに使われるよりムックンに使われる方が世間の目に触れるのでギャグとしてはそっちの方が本望である。つまりこのことわざの意味は宝の持ち腐れにならないくらいなら他人に盗まれた方がいいということ。いいね。あ、じゃあそういうことか。じゃああんまり娘が可愛い可愛いって言って嫁に行くな嫁に行くなって50歳にしちゃうよりは25ぐらいで、そうそうそう、欲しいって方に差し上げた方がいいのかもしれないです。スルシの河野正和君、ヌルピー夫人、うん、ことわざではなく単に竹内まりやさんのことあげましょう。うまいですね。納豆浩二君、神奈川、横浜市神奈川、脱がぬなら、服着てしまえ、ホトトギス、今もなお世間にはびこる中途半端ヌードに一言物申すのがこのことだと、転じて少しはビビアンスーのあの潔さを見習いなさい。そうだよね。ただし松たか子さんならもし中途半端だとしてもそれはそれで一向に構いません。97年4月現在の気持ち。かもしれません。ちょっと川口くん、今ラジオから右手出してください。はい、今がっちり握手。はい、握手あなたの言う通りです。あげましょうね。いいな、これ新しいラジオだな。新しいラジオ。と土浦市の天貝、これは正気くん、ひろきすいません、わかんないです。ヌーと読むんだ、意味ワクワク動物ランドで松井直美がヌーをまたいちと呼んで隣の席の島田紳助に突っ込まれたことから似ているものに気をつけるの意味です。例え最近の詐欺商法に本物のヌーと読もう。なるほど、ね、次、ババ和弘くん帰宅、ヌンチャクで納豆かけご飯を食べているに違いない、うん、アジア以外の国にはブルースリーは日本人だと思ってる人が多く、はい、箸をあまり見たことない人もいて、その人たちはブルースリーはいつも振り回しているあの日本の冒険で納豆かけご飯を食べているんだろうなと思い込んでいることから、他人に未知の文化を教えるのは難しいという意味。うまい。おなじみのことわざに先週ビビアンの通訳をした人はどこをどう訳せばいいか悩んだだろうながあります。あげましょう。品川区の内田英介君、沼地の先に花園、これなんかありそうです。いいね。今は足元が悪い沼地だが、それを苦労して歩ききればその先には幸せが見えてくるということ。要領、コント4番勝負では苦しい状況の名をかけたが沼地の先に花園と言ってあげたいけどどうやらそこらしにもなったみたいだなそういう使い方もあったのか。励ましょう。危ないね。玉市のペンネーム夢大君、濡れ手にあわわわわ、濡れ手にあわわわわ、もう
いつも手が濡れているサラリーマンはいざ上司から書類を渡されるとどうしよう大事な書類が濡れちゃうよと慌てることになるので常に手は乾かしとけ常に備えておけという意味どういうでもそうでも手に汗かく人っているよね。柏原君はそうだ手に汗かく人僕前知り合った女の子がいつもどうしたのってぐらい手に汗かくはリサの少し手にこう汗を柔らかく握手するとむっちゃちょっと今リサの皆さんスピーカーのところに耳つけてください。ああ嫌な気持ちにされちゃうかすいません能代市の渡辺純一君、うん、ぬおーと言ってしまう、うん、これことわざなんでしょうかね、うん、松本幸四郎の長女松本紀穂さんを見た時、うん、その山田邦子と川中美雪を足して坂本冬美で割ったような顔があまりにも松坂子と違ってるので驚いてしまう。そのような時には失礼と思いながらもぬおーと言ってしまうところから正直な気持ちは隠せないという意味です。例え丹頂伊藤さんの目の前に立つと黒いカラスしか目に入らないのはノーと言ってしまうだな。なるほど。お姉さんなんてお名前なんですか。紀穂さんですか。へえ。松紀穂松本紀穂さん。へえ。NHK でレギュラー、ね、あそうですか。司会のなんか司会みたいな、ねね、でも女優さんなんですね。練馬区の中島光一くんヌオミよ、うん、飼い主の静止を聞かずエステに通うメス犬ヌオミがスーパーモデルに変身して帰宅するというおなじみの CM でヌオミ役の柴田勲が飼い主のどなたの問いに返したのがこのセリフ。意味はクンクンお散歩に連れてって言わんで、その直後に飼い主が半信半疑のままつぶやいたそんな体毛の濃さまで変わっての意味はそんなトランプ柄のセーター姿で釈明会見するなんてである。よく覚えてるな。吐きましょう。最後総社市岡山県又右衛門君。ヌーさん私どうしたらいいの。乾いていた唇が運悪くひっついたためヌーさん私どうしたらいいの。乾いていた唇が運悪くひっついたため沢村貞子さんが劇中を走ってしまったセリフのこと。しかしさすがはベテラン、慌てることなく最後まで兄さんをヌーさんで押し通してしまった。そうだ。このため共演者はやむなく新妻をヌー妻、キューティーハニーをキューティーハヌー、新沼健二をヌー沼健二と言わざるを得なかった。そうだよ。つまりこれはベテランには逆らえないよという意味のことわざ。くどる。例え入社少々で悪いが来月から君会社に来なくていいよ。私どうしたらいいんだ。うまい使い方がうまい。あげよう。うまいあげましょう。ということで、来週次回ですね。次回はルです。チリヌール王のルのルで始まるの考えか。ルのことわざ多いし。多いと思う。今が綺麗なので TBS ラジオアップス水曜小崎のワオでお待ちしています。